大梅街道は東京都新宿区から東京都大梅市を経由し山梨県甲府市に至る道路である。1962年4月25日東京都通称道路名設定広告により通称を設定。大梅市街には東大梅三丁目交差点大梅市民会館前交差点に旧道が残り旧大梅街道と呼ばれる。またお梅街道に並行するバイパス道路として 新大梅街道が設置されている。東京都が通称を設定した道路については、東京都内の通りを参照新宿台、ガード西交差点杉並区役所前、交差点を梅市内の旧大梅街道、小河内ダム直下の玉川の境橋終点の交付し坂織山崎三佐路現在の大梅街道と呼ばれる、ルートは、新宿と梅市を結ぶ経路を一般に指しているが、江戸時代には、 甲州街道の第一宿場である内藤新宿で、甲州街道から分岐し、大梅を経由して、甲州の坂織で甲州街道と再合流した。歴史的な大梅街道の起点である内藤新宿は、現在の新宿三丁目交差点付近で、この地点は甲州街道との分岐点であったことから、新宿追い分けと呼ばれており、現在もバス停留所にその名が残っている。また、 現在の起点より100メートルほど南、思い出横丁の入り口付近には、本来の大梅街道が、現在の角はずガード付近を通っていたことを示す、石踏みが設置されている。起点の新宿大ガード西交差点では、片側3車線の道路として安国通りから直進で、接続、淀橋交差点付近で神田川を越えてから坂を西北西に上り、 中野坂上交差点で山手通りと交差した後、緩やかに真西へ向きを変える。公園寺立況交差点で間7通りの高架と直角に交差し、ここから片側に車線となり、阿佐ヶ谷付近で北西に向きを変えて、小木久保駅の東側高架橋で JR 中央本線を越える、小木久保駅北口の商店街を過ぎ、環八通りのアンダーパスと交差する四面道交差点では、 X 字上に交わる。その後は、緩やかなカーブが連続する。練馬区石町付近から先、東伏見坂上交差点から、東伏見交差点までが、下り坂となり、直後の西部柳沢駅前交差点で石地井側を、越え、再び緩やかな上り坂になる。西部新宿線のガード下を通過直後の田市町一丁目交差点では、左折方向が、大梅街道となる。 直進すると、ここを起点として、所沢街道となり、すぐ北西の北原交差点で新大梅街道と、斜め方向に交差する。田無町一丁目交差点での左折より先は片側、一車線となり、田無の市街地を抜け西へ直進する。この後は4から5キロメートルの間に、西部新宿線、西多玉子線、西部国分寺線の3カ所の踏切を通過する。 西武多摩湖線の踏切脇には、大梅街道駅が設けられている。西武多摩湖線から西武国分寺線までの区間は、片側に車線となっており、その中ほどの地下を走る JR 武蔵野線との交差地点に、本堂に接して新小平駅が設置されている。西武廃島線東山都市駅通りの大梅橋交差点で右折する。かつては右折直後に、 玉川浄水から分流した伸び止め浄水を越える大梅橋があったが、浄水は暗渠化されて、橋のあった面影は見られない。浄水の流路に直角にかかっていた橋の方向に、沿って北北西へ進行し、すぐに西部廃島線のガードをくぐる。直後の南外四丁目交差点では、牧田へ向かう通称、ハミングロードが新たに設置されたために、直進であった本堂の方が、 左折分岐する形となり、さらに北北西に進む。奈良橋甲信塚交差点で新大梅街道を横切り、これ以降は、大梅街道が新大梅街道より、北側となる。奈良橋交差点で左折し、道幅が狭く緩やかにカーブが連続する区間となる。武蔵村山市内でさらに大きく、左にカーブして、南南西へ進み、その直後の大曲り交差点で右折して、 再び西北西へ進路を取る。西多摩郡水戸町に入り、箱根ヶ崎駅の北側で JR 八高線を踏切で越える。その先の水戸松原交差点で本堂に対して、左側から新大梅街道が合流し、ここが新大梅街道の終点となる。しかし実際の道路線形は、片側2車線の新大梅街道が、西東京市方面からそのまま、大梅市方面に進み、 片側一車線の本堂がそこに合流する形である。大梅市街地を通過した後は、玉川沿いに屈曲が連続する区間となり、奥多摩湖の先で山梨県に入る。1606年、江戸城追記のために、大梅の成木村で取れる石灰を運搬する道路として、大久保長安の四季のもとに整備された。当時の名称は、成木王冠であった。大梅街道という言葉が文書内に、 初めて登場するのは、新編武蔵風土機構とされるが、この時点の同表では、江戸へ向かう道として、江戸道、小川道、箱根ヶ崎道と呼ばれ、また梅、奥多摩へ向かう道として、阿富目道、三岳道などとも呼ばれていた。また、箱根ヶ崎においては、現江戸道とも呼ばれた。明治時代になってからは、広告地事、西多摩郡村氏によると、東京街道、 甲州脇王館などと呼ばれた。内藤新宿で甲州街道から分かれ、大梅から大菩薩峠を経由し、甲府の東にある坂織村で甲州街道と再び合流する。このため、大梅街道は江戸と甲府を結ぶ甲州街道の他にも往来できるルートであったことから甲州浦街道とも呼ばれた。また、大梅街道最大の難所が大菩薩峠であることから、 別名大菩薩峠越えとも呼ばれた。これら時代や地域によって様々な呼ばれ方をした道が、大梅街道と一般名称化されるのは、明治20年代以降とされ、その後東京都建設局によって1962年に東京都通称道路名に正式に設定される。江戸時代においては、現在の東山都市の大梅橋交差点から先は、北進して奈良橋を経由するのではなく、 現在の桜街道及び江戸街道を経由する道が大梅街道であった。さらに、大梅道も現在の武蔵村山市の上砂橋及び中原二丁目付近で北西し、箱根ヶ崎塾を経由する江戸道と経由しないで大梅塾に直進する現江戸道があった。なお、この大梅橋交差点から先の大梅街道は後にプリンス自動車工業、 村山工場により分断され、また現江戸道は玉彦工場により分断された。1878年には最大の難所であった大菩薩峠を迂回するルートとして柳沢峠が改作され、大菩薩峠を通るルートから変更された。1962年に東京都通称道路名となった経路が大梅街道となるのは1926年頃である。 その理由としては、人や物資の往来が元大梅街道の方が、盛んになり、江戸道、元江戸道と呼ばれた方は人や物資の往来が少なくなったからだとされるが、正確にはわからない。2009年4月には、東山都市の西部廃止ません。東山都市駅北側で、道路整備事業により、新大梅街道に至る新たな道路が、本道に対し斜めに接続され、 信号付き交差点が新設された。これに伴い本道経路が変更され、当該箇所において屈曲することとなった。大梅街道は、道程で、甲州街道よりにり短く、関所がないため庶民の旅客にも多く利用された。ただし沿山近くに、萩原口止め板所があり、実質的には小規模な関所が存在した。板所の跡が存在し、その近くに、 番所の門を復元した甲州私立の温泉保養施設大菩薩の湯がある。また、山梨交通の大菩薩峠登山口バス停留所にある番屋茶屋は、元は萩原口止番所近くの茶屋であったが、バス路線開設により現在地に移転したものである。現在の大菩薩峠は、5月第4日曜日に大菩薩峠を歩く回、8月中旬には、 大菩薩峠登山競争大会が模様される人気のハイキングコースとなっているが、明治時代の初め頃までは、現在の峠より少し北にあり、その道程は厳しく道幅は狭く、2を積んだ馬が通れないため人が背負って運び、また風雪も激しく遭難者も出たほどの難所であった。それでも、物資輸送上の必要から難所であっても、大菩薩峠の人の往来は盛んであったと言われる。 1869年には新宿と田無間に乗り合い馬車が開通し、大梅街道は多摩地域と都心をつなぐ生活道路としても定着してゆく。1921年には新宿小木久保間に路面電車が開通した。この路面電車は後に都原杉並線となったが、大梅街道の地下に A 団地下鉄小木久保線が1962年1月23日に、 小木久保駅まで開通したことに伴い、1963年に廃止された、都現杉並線も、参照都県境は、東京都西多摩郡奥多摩町山梨県北鶴郡、多摩山村にある、東京都通称道路名一覧表東京都建設局、1962年4月25日、広告。2020年6月29日閲覧。ロムインターナショナル2005、PP。 121122山本和子青梅街道江戸繁栄を支えた道厚向二ページ、東京都教育委員会歴史の道調査報告書第3週青梅街道1995年11 15ページ東京都教育委員会歴史の道調査報告書第3週青梅街道1995年16 17ページ東京都教育委員会歴史の道調査報告書第3週を梅街道1995年1620ページ ABC ロムインターナショナル 2005P122 東京都教育委員会歴史の道調査報告書第3週を梅街道1995年22ページ迅速速図歴史的農業環境閲覧システム 農研機構農業環境変動研究センター2020年6月30日閲覧東京都教育委員会歴史の道調査報告書第3週大梅街道1995年59ページ東京都教育委員会歴史の道調査報告書第3週大梅街道1995年22ページ東京都教育委員会歴史の道調査報告書 第3週お梅街道1995年23ページ中西刑事お梅街道キクラゲ社1982年68ページ交流保養センター大菩薩の湯甲州市2020年6月2日閲覧ロムインターナショナル 2005P123 ありがとうございます